下北半島の夏。それではこれから入ることにします。約束を守って2回目に行こう。平成を迎える手前まで行われていた最小学校の海水浴指導。当時は多くの父兄も参加し、海での遊び方を教えていました。本州最北端の温泉郷、風間浦村下風呂地区。昭和18年、戦時中の資材不足により工事が中断された大間鉄道の跡が残っています。自家用車が急激に増え、子どもたちの安全を見守る活動が必要になっていきます。学校で毎年交通安全教室が開かれていました。夏休み、子どもたちの元気な声が響き渡ります。下北郡東通村、昭和39年6月の映像です。太平洋に面した白糠地区は以前から海の幸が豊富で漁業が盛んな地域です。道路網が整備されていなかった当時、バスはガタガタ揺れながら町を走っていました。多くの家の軒先にあった棒はハセと呼ばれ、イカの天日干しの道具として利用していました。生での出荷が困難だった時代、イカを干して県内外に出荷していたのです。ハセは船を支えるなど漁師にとって欠かせない道具でした。女性が背負っているのはモッコと呼ばれる魚介類を入れる道具です。6月になるとウニ漁が始まります。重さおよそ1キロの箱メガネを口で噛み、海の底を覗きながらウニを取っていきます。漁師たちが素潜りで取っているのはアワビのようです。海と共に暮らしてきた白糠地区の人々。7月から夏イカ漁が最盛期を迎え、漁師たちの町はにぎわいを見せます。